この下にですね、まあ、今回の、テーマである機能という製品情報管理を、設けました。で、ドミノとかとしてこの機能を設けたことによってですね、ここの会社さんは、機能の、製品担当者というものを用意して、製品情報はもう、グループですとかグローバルで統一してこの製品担当者が、更新していくと。で、各国の担当者は、キムの方から情報を吸い上げて、まあ、公開すればいいなという仕組み、まあ、仕組みというか運用に、いたしました。で、このキムが入ることによって先ほど課題であった、情報